たちも新型コロナウイルスの感染拡大を予防するためリモート収録でお届けしております。というわけで、はい、今回はなんとリモート収録3人バージョンです。イエーイ、やったー。ゆいぽん一人から始まり、はい、あやちゃんと2人で行い、はい、ついに3人に増えている。イエーイ、やったー。あの前回と前々回の今井さんとうっちーさんの放送聞きました。あ、嬉しい。どうだった？あのやっぱタイトル難しいですね。難しい難しい。深みはちょっと合ってたけどちょっとしたラグが、はい、であるんですね、やっぱラグが、ね、少しあるみたいで、で、うん、みんなの声を聞く優しさを持つとダメみたいね。確かに優しさ難しいですね。優しさの具合が難しい。信じているしかないみたいな。なので、今週と来週がこの3人体制でお届けしていくということなので、はい、次回は会うように頑張ろう。はい、はい、頑張ります。はい。ちなみに我らが緑川さんレジェンドはですね、リモート収録には今回も残念ながら参加をされていらっしゃらないのですが、チェンクルのフレンド枠を見ている限り、つい先ほども現在にチェンクルをプレイしているのが、はい、確かに何回もあの0分前って見ました。心は一緒だね。心は一緒、はい、うん、なんか確認したスタッフがね、あのアルに人気を持たせているらしいっていう噂が来たけど、そう、うん、すごい。アルくん元気に活躍してくれてます。本当に私あの2日ぐらい前にやっとアルが出て、でそれまでずっと皆さんの借りてたので、うんうんうん、やっぱ自分のアルにしたらもしかしたらちょっとクエストが難しくなるかもしれないですね。緑川さんが人気つけてるっていうことは。あ、そういうこと か、はい、でもこれダブルアルでいけば、うんうんうん、あ、そうか、うん、強い。あの今のヤイバードのやつが本当に嫌で、うん、やだ。いや、気抜くとオートでいけないからちょっと見張ってないといけない。そうなんですよ。全然ダメ、うん、あ、今もダメでした。え、あ、今もこっそりやってた。私今あると逆側の方やってた。あ、羽じゃなくて亀の方だ。亀の方、そう、亀の甲羅の方やってた。そっちの方がでも、うん、なんかちょっと安心してますよね。私もそっちの方がほっとやっぱヤイバードは隙間を縫ってくるから。そうなんですよ、うん、難しい、強い、うん、はい、嫌なやつだ。はい、ヤイバードはいつまで経っても我々を苦しめるよね。ただね、もうすぐこうね、こう終わってしまいますけれども、皆さん順調にキャラクターとかアイテムとかはゲットできてますか？はい、はい、交換の忘れのないようにしていただきたいと思います。いや、本当に危ないから気をつけます。そうですよね、はい、気をつけよう、うん、というわけでそろそろね、ちょっと始めていきたいと思うんですが、準備の方よろしいでしょうか？大丈夫です。はい、じゃあ行きますよ。ジェンダイスタート。この番組は株式会社セガの提供でお送りします。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。改めまして、今井あさみです。内田彩です。高木ゆりかです。それではリスナーの皆さんから届いたアルカナメールを紹介していきましょう。まずはこちら、チェンラジネームスノーさんからいただきました。今回のレッドフェスでまさかの柴兄さんが登場しましたね。ティーナの死ということもあり、スキルを合わせていたり、その後に発生する虹が本当に尊いです。性能は4色マナと味方全体のバフと幅広くパーティーを組めるところと、弾の速さのアップが特徴的で、バフさえあれば遠距離の敵も怖くないところで便利な印象でした。東方や黒の試練での今井さんのキャラ縛り攻略などで活躍させてみたいと思いますということで、あの、うん、自分を律するんですね、進野さんは。別に何かもらえるわけでもないのに今井縛り縛り、うん、
でもこんなにこの段速アップがあるなんて気づいておりませんでした、うん、スノーさんのメールで教えてもらうまで。本当にシバーニさん入れるだけで、あのいわゆるこう同じね、こうなの段、こうなんて言うんだろう、チームのバフっていうのではないから、うん、あの、うん、あんまりこうあれひょっとして使いづらいのかなって私も最初思ってたんですよ。でも、うん、いろんなパーティーで組めるっていうのはちょっと柴兄さんの活躍の場増えるんちゃうんと思ってニヤニヤして使ってる。確かに。うん。なんか今回のにも入れても使えますよね、柴兄さん。入れてる入れてる。なんだから、ね、あれがヤイバードさんが割と入れてくれるだけでちょっと安定するかも。はいはい、確かに。あと今井さんキャラ縛りでやるとすると結構こう段差、うん、マットを、うん、あと銃のキャラもいるじゃないですか。うんうんうん、そうだからいいですね。確かに。うん、ただあの今井縛りで黒の試練行くんかいっていう話だけど、ね、いけるんだったら私もやってるよって思ったけど、いけるのかな。まあ、スノーさん自身が上手いからな。確かにプレイが上手いから、いろんな、いろんなシバーニさんと、うん、うん、3タイプシバーニさんいますもんね。うん、うん、うん、あ、違う、うん、1人戦士でしたっけ。1人、あ、そうそうさ、そう、まは1人戦士ですか。そうだそうだ、戦士は段速アップ意味ないですもんね。うん、去年の夏の水着のキャラクター、そっかそっか、うん、は戦士だ、まずないから。うん、そっか。いやなかなかちょっと私もちょっと今井だけで黒の試合行ってみようかな。おーおー、なんと。でもその場合コドロが入るのか問題はちょっと語らなきゃいけない。大丈夫ですよ、強い武器持ってるから。そうですよね、黒煙持ってるから。そして持ってるけど、そして弾速が速くなりますから。いけます、いけます。そう、多分そうか、コドロコドロの活躍の場が増えるかもしれない。増えない。いやでもコドロがいて黒の試練クリアできたらもうコドロは星4でしたっけ。今星4だけど、うん、性能的にはもうレジェンドと変わらないぐらいの性能ってことですね。確かにクリアできる。それはどうかな。ちょっと親の気持ちになった。うちの子に過剰に期待をしていいものかっていう気持ちになった。心配、心配だ。頑張れ、頑張れ、頑張ろう。でもシバーニさんの、うん、あの水着のやつと、うん、あと今の新しいシバーニさんで今あの何でしたっけ、天魔の深淵の渦を私やってて、うん、結構あの年代期の、ね、うん、そうなんです、年代期の大陸がちょうど今なってる天魔がいて、うん、それだとすごい柴兄さん2人で結構サクサク勝てる感じでした。めっちゃ強かったです。全然やってない、うずってない最近。私もうずってないから、ちょっと収録終わったら やらなきゃ。久々には開いてみたけど、うずってないって言うんですね。初めて言った。うずらないか。うずって。そう。ゆりぽはうずってるから、はい、うずうずしてる。はい、今多分うずうずしてます。年代記のうずうずだと、はい、サクルフかな。あ、ヒザルビンさんも。ヒザルビンさん、うん、そう、あ、そうですね。なんか4人ぐらいいろいろやったような気がして、その中です。はい、2、3人は確かに天体機だったかな、うん、確かに。そっか、3つの大陸がねピックアップされてますね。あー、すごい、うん、そうです。うん、やらなきゃ。あと白名もちょうどピックアップされてました。そうだね、ゼファルとバグリスが、うん、ただあやちゃん、うん、残りあと多分放送の段階だとあと6日ぐらい、あ、そう、もうちょっとかな。もうギリギリない、もう変わっちゃってるかも。いや、確かにギリギリ感が確かにタイミングちょっと分かんないけど、はい、あ、数日しかないかもしれない。今のうちにやらなきゃ、うん、やらなきゃやらなきゃ。はい、やりましょう、うずりましょう。うずろう、うずろう。はい、じゃあ続いていきますか。はい、続いては
あ、チェンラジネーム給料のくまこさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今井さん、黒騎士のレベル70到達おめでとうございます。ありがとうございます。へへへ、次は内田さんの番ですね。オープン。私もグレートサクセス確率4倍キャンペーンのおかげで黒騎士をレベル60、テーマは7人中4人をレベル100まで育てることができました。すごすごい。今年のゴールデンウィークはバグリス、サクルフ、ヒザルビンをレベル100まで育てて神武区の挑戦獲得権が目標ですが、皆さんは天魔の育成はどこまで進みましたか？もう話しちゃった。話しちゃいましたね。話しちゃった、うん、以前私番組で話した時から1ミリも変わってないです。いや、私もちょっと天魔と黒騎士ちょっと眼中に入れることを忘れておりました。入れない方が本当ね、まあ強くはなるんだけどね、やっぱりね、うん、ちょっとそっちの方が幸せでした。気づかない方が幸せみたいな。確かに私でも黒騎士まだ出てなくて、出てないので、とりあえずは天魔をちょっとくまこさんと一緒に頑張っていこうかなと。わあ、そろそろあれじゃないの、黒騎士のガチャも引けるんじゃないの？はい、そうですね、結構たまったんじゃない？ 3回は引けるのかな。いやでも出ないですよ。いや出ちゃうよ、結構これ。出ない早くこっちへおいでよ。でも多分私以外皆さん出てる気がします。いや、そうだね、持ってましたよね。そうなんだ、ガチャでは出てないんだよね。うん、うん、そっか、私もガチャでは出てないから。うん、でもうちさん持ってますよね。聞いたら いっぱい溜まってるよね。今160個もありましたよ。やばい。もう黒騎士放送でいいですよ。うん、ひたすら弾いてるのを見てるだけでも楽しそうだね。怖いよ。でもあれじゃない、黒騎士以外にもすごい強いキャラクターが出てくれるから、このガチャだと、うん、確かに、確かに、そう、意外とあの昔のキャラクターとかでもこうバージョンアップされてて強くなったりとかしてるから、うん、そっか、うん、もうめちゃくちゃ補強されるかもしれない。確かに、うん、貯めとこよりどんどん引いちゃった方がいいかもしれないですね。うん、まあでも番組的には一気に160回引いてほしい。見たいですね。何回引けるんだっけ？5回。5個で1回だから、うん、結構引けますね。50回以上引ける？いやー嘘、50回、嘘か。あれ嘘だ、嘘じゃないか。30回は引ける。すごーい。うん。はい。ね、ちょっとそれも見てみたい気も。また緑川さんいるときに弾いてほしいよね、どうせ弾くなら。そうですね、そうですね、確かに、うん、きっと見たがると思うんだよね。すごい緑川さん笑いそうですね。早く弾きなよ、あやちゃん。どうやろどうやろ。確かに、もう回すしかないですよ。一人一回こう、はい、次はゆりぽん弾いてって言ってくれ。こう、うちさんの今日弾くときみんなにたーってしながら弾くよ。うん、そう、こう、あ、じゃあちょっと次はあさみさん弾いてくださいって、こう、4人でこう回して。でも、じゃあ大丈夫だって。最初のね、あの、まず1枚目の黒騎士さんをマックスにするのには、そんなしんどくないから。はい、そうですか。そう、2枚目ゲットしてからがもう本当にあのプロの試練だから。辛い。辛いよ。辛いよ。心が黒くなっていくから。せっかく黒の試練クリアしたのに。そう、でもレベル70になってから、なんかあのアビリティが解放されて、まあ、ちょっと今やっぱ大狩猟戦ずっとやってたからあんまりこう戦士の出番がなかったんだけど、なんかやっぱちょっと強くなった気がする。おー、ちょっといつかまたゲームプレイで見たいですね、黒騎士の、ね、こうみんなでまた集まれた時に。はい。ほんでもちょっと
プレースキルが上がらないから何とも言えないいやでも黒騎士が頑張ってくれますよきっと。そうだね、確かに強くなったぞ、うん、狩猟戦の一番、はい、あの強いとこ以外はずっと黒騎士連れてってるから。あ、そうなんですね。そう、どのパーティーにも黒騎士入れてるからもう。愛されてる。でもちょっとね、悔しいよね。今レベルマックスだからもったいないなと思って、経験値が上がらない。確かに上がらない。上がりたい気もするけど上がりたくない気もするみたいな。試合度は上がります、うん、試合度はね上がるけど、うん、あ、他のキャラと同じような振り方をしてるかどうかはわからないけど、うん、体感的にはまあそんなに変わらない気もするし、なんか変わる気もするし、もうよくわかんない。ただ最近は入れてると言ってもスタブに入れてることも多かったから、やっぱりこう前線に出した方がね、親愛度は上がりやすいって前に聞いたから、ちょっとサブに入れてた分ちょっと上がってないかもしれないな。ちょっと拗ねてそうですね。お母ちゃん、お母ちゃんメインにしてくんないよお前、お前みたいな子を産んだ覚えはない。あー、そうやって育てないよ。あるこの、この子はみたいな。もっと黒く染まっていっちゃうよ。本当にどんどん染まってきますね。困っちゃう。うん、はい、ということで黒騎士をみんなで見る時を夢見てはい、待ちたいと思います。ということで皆さん、メッセージありがとうございました。チェンクロ公式ウェブラジオ、チェンラジ。続いてはこちらのコーナー、せーの、仕上げの、仕上げの、イエーイ、バスケの仕上げの建築所、イエーイイエーイ、はい、今回のよりと一緒は、スペシャルバージョンでお届けするぜ、イエーイ。おー、イエーイ、やったよ。マイクの近寄り方の加減がわからない。今回はスペシャルバージョンなんだぜ。何がスペシャルなの？今回はなんと驚きのツッコミ役で進行役の我らがカルお兄さんがいないんだぜ。カルお兄さん、なんでいないの？それはまあ、あいつ深淵の渦でけつまずいてるらしいぜ。大変だ大変だ、あわわわ、大変だ。お家にいろって言ったのに、うん、そうだよな。深淵の渦か、まあ、ちょっと誰か助けに行ってやれよ。お、えもうこれ助けに行ってやれよ。やだ、オズミはお家にいる、ステイホームやから。あ、俺様もな、モガリもお家、モガリステイホーム。モガリ、お前ステイホームの意味分かってないだろう。お家いいよ、お家ステイホーム。そうだな、まあ、じゃあ、うん、うん、なんだよ、なんだオズミ。じゃあステイホームの意味は分かってるみたいやけど、うん、ソーシャルディスタンス知っとるん？ソーシャルディスタンス知っとるんか？お、知ってるに決まってるだろうな、モガリ。そうだよな、あれだよ、ソーシャル、ディスタンス、あれ、シャルとタンスってことで、シャルとタンス、シャルがタンスの中でお饅頭を食べてるやつか。そうだよ、よくほら今適当に言っただろダメ、ダメやで。タンスの中でお饅頭を食べたら蜜になっちゃうやろ。蜜になる？なんだか魅惑的な響きだな。団子にかけたんやつか。
三つ団子が串に刺さって、うん、うまそうやな。よっしゃー、確かにいいな。三つの蜜美味しそうだな。まずいな、これまずくないや、団子はうまいやろ。団子はうまい、団子はうめえぞ。団子はうまいな。春日、春日の俺の中の春日は今こんな感じ。いらっしゃいませ。こんな時はお団子はお持ち帰りしていただいております。テイクアウト、お持ち帰り。さすがだって、春日脳内でも今日もいい感じ。やっぱり春日はすげえな。春日すげえよ。トゥース、トゥース、トゥースが違うと思うぞ。それは多分だけどヘップバーンだな。ヘップバーンって何？ヘップバーン、あーバーン、バーン、バーン、バーン。よう、で、どうする？もがりの番だから、お前が読まないから進まないだろ。もがり、なに、台本読まないから進まないだろ。もがり、だってこれどこまで行ったかわかんなくなっちゃった。もう灰色に変わってるの。わかったわかった。あの、緑川はお兄さんがいないけど、お手紙が、うん、お手紙お手紙届いてるから紹介しちゃおうよ。早くしてよ。あ、そうだそうだ。ほんとだ、いくぜ。オレンジヘアさんからいただきました。ありがとうございます。ファンキー。最近家で過ごす時間が多く運動ができていません。ひよねのみんな、家の中でできるいい運動があったら教えてください。なるほどな。俺様は船の上だからな。ソーシャルディスタンスステイホームとはいえ、甲板の上で運動できるから全然平気だぜ。いいな、それ。そっか、コダロの家は船だったんだ。そうだぜ。なるほどな。ちょっと細かい設定わかんないけど、家の中 で、そうだな。じゃあちょっとモガリという、うん、モガリはどうだ。お前食べてばっかりで太ってねえか、うん、え、いつも食べてばっかりだな。あ、でもね、あの、寝ながら運動っていうのを検索して寝ながらでも、ちょっと興味あるんだけど、そんなすげえのがあるのか。うん、なんか、どんなの出てくんだ。寝ながら自転車を漕ぐんだよ。何言ってんだお前。よくあれよ、おばちゃんがやってるやつだろ。おばちゃんがやってるやつなの。よくイメージだとおばちゃんがやってるぜ。俺はやってるけどな。有酸素運動って書いてあってよ。有酸素運動で走ってるのと同じ効果だから、寝ながらでも痩せれるんだよ。あ、あれだろ、上向いて寝転がって膝を90度に曲げて、うん、そこでくるくるするんだろ、膝を。なるほどな。やっと分かった。やっと細いが分かったぞ。分かった、分かった。俺はやってるから知ってるんだ。わちゃんがよくやってるやつだろ。二人ともすげえ、ちゃんと運動しとれんやな。寝ながらな。だってよ、オレンジヘア目から出ないから、そのうち俺立てなくなるんじゃないかと不安を感じているよ。でもなんか朝起きた時にたまに足首が痛い。どういうことだ。歩かなすぎて、歩かなすぎて、多分足首がもう痛いんだ。おがりいる、あ、こう写真、写真
このお前が映ったやつ見ると足首がどこかはわかんねえけどな。確かに足首モガリにもちゃんとあるよ。あるからちょっと足首のマッサージをした方がいいよ。オレンジヘアさんもなあなあ、うん、このコーナー何分やっていいんだ。知らないよ。じゃあ次のお手紙行く、次行きましょう。行ってくれ、うん、じゃあ次は給料のクマ子からな。おはよう。先日怖いもの見たさでホラー映画を見てしまいました。それ以来お風呂でシャンプーするとき後ろに誰かいそうで怖いのですが、どうすれば怖くなくなりましょうか。だってこれはもうこれはねモガリが詳しそうだな。これでも良くなる。なんかちょっと怖いの見るとすぐ背中が気になっちゃう。なんかいるんじゃないかって。そうなんか、モガリはやすげえ怖いぜ。後ろでバタ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 って音がするんだ。オズミどうしたんだ、大丈夫か。怖い、コロロの怖い、コロロだった。コロロの後ろに誰かいる。テントがいる、テント。振り返りたくないけど、ちょっと振り返ってみる。あ、もう誰もない。なんだそれ。これや、ガサガサニャンって音が来たのに。ガサガサニャン、ニャン、ガサガサガサ、ドタドタドタしたのよ。俺様はそんなホラーとか怖くねえから。本当に本当に本当に。おずみはどうだ。おずみはでもシャンプーするとき水が怖いから目閉じひんもん。前すげえな。せやで。ガン見た。壁ガン見た。おずみの火がいつしけちゃうかわかんないから目閉じないで見張ってる。すげー。確かに。だからおずみ、お化けどころやないんやで。確かにそっちのがホラーだな。水か。そうだぞ、ホラーなんだ。ただあれだな、オズミのうちとコドロのうちのご近所さんからこそこそ何か噂をしている声が聞こえそうで怖いぜ。なんで、怖い、ボリュームかな。ボリュームかもしれへんな。今オズミはイヤホンってやつしながら喋ってるんやけど、だから、自分が本当はどれぐらい大きい声で喋ってるかわからん。いやでも相当大きいぜこれ。ちょっとねえ、薄いと気になっちゃう。薄い、薄いってなんだ。薄いってどういうことだ。気になっちゃうな。なんかこのここの表面の部分が表面の壁の部分が気になるな。こういう時に段ボールをかぶってやればよかったって思った。段ボール、うん、段ボールかぶってやるのか、うん、段ボールかぶってやるったらくつくつくつって大きい声で言える、うん、言える。言えるの。言えるよ。段ボール津田さんに送ってもらおう。俺んち至る所に段ボールが今転がってるけど、残念だな。モガリのうちじゃなくて残念だな。残念だな。うん、これでもあれだよ、クマ子さんからどうすれば怖くなくなりますかって来てるよ。まあ段ボールかぶったらええんちゃうの。そうだそうだ、かぶれかぶれ、うん、シャンプーするときかぶれかぶれ。ということで引き続き良い子のみんなからのお手紙待ってるぜ。あ、じゃあ最後に表にから良い子のみんなにメッセージ、せーの、ステイホーム。
続いてはこちら、チェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報を紹介していきます。現在2200万ダウンロード記念ドラマチックバディフェスの開催中です。ダブルエスレア怪獣の絆三島 with アマッツのバディが登場しています。こちらは明日5月12日火曜日10時59分までとなっています。続いて、白明の大陸のキャラクターが活躍する大狩猟戦定めと未来も明日5月12日火曜日10時59分までとなっています。ぜひエンディングを見忘れないようにしてくださいね。続いてレジェンドフェス情報です。ナロとシバーニが伝説の義勇軍として登場中です。こちらも明日5月12日火曜日10時59分までとなっています。続いて新情報です。お、聖都復刻レジェンドフェスが開催されます。聖都所属のレジェンドキャラリリス、テレサなどが復刻、同時期間開催中の聖都限定戦などで活躍させてくださいね。開催期間は5月12日火曜日11時より5月19日火曜日10時59分までです。続いて、スペシャルクエスト&聖都限定戦開催のお知らせです。開催中、毎日ガチャコインとスペシャルチケットをゲットできるクエストを開催。その他、聖都限定戦も開催です。クエストクリアでリリス、テレサのモチーフ武器が報酬としてもらえます。開催期間は5月12日火曜日11時より5月19日火曜日10時59分までです。ということで、以上チェンクロ最新情報でした。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。お届けしてきたチェンクロ公式ウェブラジオチェンラジリモートワークバージョン、そろそろお別れの時間になってしまいました。はい、いやー、ちょっとあの、はい、日鬼のコーナーはやっぱりちょっと緑川さんがいないかつリモートでちょっと探り探りだと不安だね。そうですね、心がすごいずっともやもやしてました。もやもやしてた。お家で日和にってなんかすごいもやもやしますね。確かに。私、あやちゃんが一生懸命台本に戻してくれるんだけど、ピンポンが全然受けない感じとかすごい面白くて。すいません。なんかもう、周りが気になっちゃって。確かに。どう大丈夫かな。いや、だいぶ大丈夫じゃないの、心が心がざわざわ、心がどんどん削られていきます。まあでも面白かったです。面白かった。はい、というわけで、オープニングでも言った通り、はい、次回もこの3人でリモートでお届けしたいと思っています。はい、はい、そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL はhttps://sgap.ps/shincha です。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は5月18日月曜日18時59分までです。ということで、ここまでのお相手は今井あさみと内田彩と高木ゆりかでした。バイバイ、バイバイ、バイバイ。この番組は株式会社セガの提供でお送りしました。